おはようございます。どうもコアロンです。さあ本日は豊洲のフットサルコートに来ています。今回はここでですねブラインドサッカーを体験していきたいと思います。視聴者の方と一緒にパラリンピックを応援したりブラインドサッカーに触れる機会が自分もありましたので今回は実際に僕がこのブラインドサッカーを体験してみようという企画になります。これ僕一人でやることはできないので今回は本当に、素晴らしいゲストの方お二方に来ていただいております。紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サッカー元日本代表でですね、まあ、現在 FC 東京、はいはい、クラブコミュニケーターを務めています石川直弘と申します。よろしくお願いします。直弘さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ブラインドサッカー元日本代表で埼玉TVスチームがあるんですけどもそこのチームでキャプテンをしています加藤健人です。よろしくお願いします。加藤選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本代表のお二人とこの YouTuber YouTuber は日本代表。いやいや全然日本代表で違う。いや全然そのレベルじゃないでしょう。もう今日はブラインドサッカーを体験するかつ直さんと僕でそのブラインドサッカー対決をすると、はい、そうですね。いやちょっと笑ってますけどこいつとみたいな感じになってますけど。いやでもサッカーでの、ね、対決が今までね、はい、ない中でこのブラインドサッカーで対決と、はい、一番勝ち目あるんじゃないですか。いやいやいやサッカーだったら負けないですよ。いやいやそれはそれはそうです、はいはい、ということで直さんとブラインドサッカーの対決この後していくんですけれどもやっぱりブラインドサッカーのルールとか、はい、どういったものかっていうところまだ知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので加藤選手の方からご説明お願いしてもいいでしょうか。はい、はい、まずはブラインドサッカーのルールから。はい、ブラインドサッカーはですね5人で行うサッカーですね、はい、フットサルのルールを工夫して作られたスポーツなんですけども4人のフィールドプレイヤーがですねこの今首につけてるアイマスク目隠しをつけてサッカーを行います。はい、で、まあ、視覚に障がある方がやるサッカーなんですけどもなぜアイマスクをつけるかというと見え方人それぞれ違うので見え方を一緒にするためにアイマスクをつけてサッカーをしています。で、ゴールキーパーは目が見える人が行うんですけどもゴールを守るだけではなくてディフェンスに指示を出す。で、ベンチにいる監督は真ん中にいるので真ん中の指示相手のゴールの後ろにコーチが立っています。その方をガイドと呼んでるんですけども見えない選手4人と見えているゴールキーパー、監督、ガイドこの7人でお互い声を掛け合って、まあ、ゴールを守ったりゴールを決めたりしています。で特徴的にはこのボールかなと思うんですけども、はいはい、こんな感じで転がると音が鳴るようになっています、はいはい、なので見えない中でこの音だけを頼りにどこにボールがあるかというのを探していますね。日本のブラインドサッカーチーム約今30チームぐらいあるんですけどもその中にはですね、視覚に障害ない方も一緒にチームに入ってこのアイマスクをつけて練習したり日本大会に出ることができます。今日うちの埼玉 TVX のメンバーを、はい、今日手伝ってもらおうかなと来てもらいました。はい、でその選手はですね視覚に障害ないですね。はい、埼玉 TVX で、フィールドプレイヤーをやってます清水と言います。よろしくお願いします。しますえっと見え方としては普通に視野も視力も十分にある状態で、プレーをしています。はい、同じく埼玉 TVX 所属しています山中優太です。見え方は同じように視野も視覚もないんですけど。車を運転するときにはメガネをかけています。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕もかけてました。僕はコンタクトです。あ、はい。こういう情報も入れていきます。はい、例えばガイドの方はここまで選手が来たら声出していいとかってそのなんか声出しに関してのルールみたいなところって決まってたりするんですか。はい、そうですね、はい。キーパーと監督とガイドっていうのは大体約3等分ぐらいコンタクトされているので、はい、ゴールキーパーはディフェンスの指示をするとか、監督は中盤の指示をするとか、ガイドはオフェンスの指示をするっていうのは、ね。エリアが分けられてるということなんですね。はい、ルーズボールとか相手のボールを取りに行くときとかっていうのはボイ、ボイ、はい、スペイン語なんですけどもタクという意味があってボイボイってなると取りに行っちゃいけないっていうのが、はい、これはブラインドサッカーならではのルールかなと思いますね。はい、じゃあ今日ちょっとできるだけボイって言えるように僕も頑張っていきたいと思います。はい、ボイ。じゃあここからはそのブラインドサッカーを実際に体験していくということでまず1つ目は、はい、まず最初にはじゃあどういったことをやっていきましょうか。まず1つ目はアイマスクで、はい、まあ、お二人に歩いてもらって走ってもらおうかなと思っています。はい、じゃあ最初に加藤選手のお手本を見せていただけるということで、はい、声を聞きながらぶつからないように一応ここに戻してもらおうかなと思います。はい、じゃあちょっと簡単に自分が見せようかなと思うんですけどもここでアイマスクをつけてじゃあ2人声出してもらってもいいですか。はいはい、はい、でこの2人声出してるんで、はいここは、はい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 よーい。はい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 は
かんないけど好記録じゃないですか、これは。じゃあいきます。位置についてよーい、はい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 これどうですか、見えてる中でもいいのでできそうですよ。おお、いいですね、いいですね。左手がいいですね。左手がいいですね。ディフェンスが来てから体使ってることをイメージして、フィジカルコンタクトをイメージして、じゃあちょっと反対に、はい、じゃあ最後に出します。はい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 。位置について、よーい、はい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 ボール後ろです、ボール後ろです。このダンスで、はい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 、もう少しでしょ、はいはいはい、はい、頑張れ、押して、はい、危ない、はい、はい、しっかり両手で感覚、はい、はい、はい、うん、はい、はい、はい、頑張れ、いいよ。なんかありました。小原さんのタイムが、はい、1分13秒8分超えてしまいました。じゃあいきます。位置について、よーい、はい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 、あ、はい、ちょっと、はいはいはい、おお、そのタイムが25秒53。いや、すごい。まあ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 、よーい、1球目、はいはいはい、お10球目、早いんじゃな、2、はい、3球目、はいはいはい、左足も、はいはい、1、はいはいはい、おお、はいはい、6、はいはいはい、7本、すごい、いやすごい、ノーミス、ノーミスなかったですよね。だいぶちょっと誇らしげどうだみたいな感じだったんですけど、どうなのか分かんないですね。いや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 、これがじゃ基準になる7回が、はい、よし、まあ、行きましょう、はいはい、行きます、はい、よーい、はい、1球目、はいはいはい、1、いや、壁、まだ行きます、左一歩、まだ一歩ないで、右足、はい、おー、いい、はい、パス、2、3球目、おー、いいね、はい、はい、3、はい、3、ゴイゴイゴイ、わー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 、おーい、1球目、はい、やつ、前、前、やばい、どこ来た、真後ろ1歩です、あった、はいはい、やあそこに、そこに、そこに回って、いや、はいはい
はい、やりました初勝利です。いやこれは奈緒さんに勝ったのも人生で最初で最後だと思います。これね、はい、ちょっと感覚がおかしかったですね。いや、ちょっと表情がちょっとおめえに負けたのかみたいな、ちょっと怖い感じになってますけど、でもやっぱりその、はい、パスってサッカーもそうじゃないですか、こうまず止めるっていうところがすごい大事、そうですね、でその止める場所も結局止まってはいてもね、やっぱずれちゃうと、でそれでボール音止まっちゃうんで、そこが難しかったですね、止めた後、はい、じゃあこれは奈緒さんに勝ったということで、じゃあ日焼け止めプレゼントしていただけると、もちろんです。いや冗談です、ペルムーサですね、皆さんぜひ買ってください。ご飯もキーパーやった方がいいんだ。そう、ちょっとキーパーやってみていいですか、ちょっと誰いいよいきます、はい、いい、ま、たいいね、ジリメーターボールしろ、右2号ゴレジリメーター左4ってゴレゴレ8メーター出るよイエーイ、ジリメーターすごい。じゃあ、試合モードですね。入ってきて。ゴールしたいもんな。そうですね。じゃあ、いただきます。はい。ゴール。でもやっぱカットインしてそのまま打つってやっぱ自分のイメージはボール流れてるんで、でも流したくない、そうすると止まっちゃう。ボイ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 しましょう。はい、コロンジャパン行くぞ。はい、
前前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 ボイボイちょっと乳首乳首ボイ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 おお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 でもね、どこにいるかっていうね。1分ぐらい場外いましたよ。トータル、トータル1分ぐらい、本当に。いや、けがで行ったよ。なるほど。あ、はい。PK ですね。PK で決めると。よし。さあ、勝敗、決めましょう。行きましょう。真正面僕で、右向いてください。右向いて。左に、ほんのちょっと。真正面。これ真正面。真正面。これ真正面。じゃあ、ボール触ってください。ボール触って。はい。じゃあゴールで決めますよ。はい。ゴール右。はい、ここ真正面です。真正面ここです。やったー。やったー。入った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 。いいコースですね。あれは神コースで取れない。これは。よし、頑張りますね。おお。いやあ。やった。勝った。よし。三敗です。いやありがとうございました。いや。いや。すいません、やられました。石川さん VS コカロンさんの対決は、はい、コカロンさんの勝利。ちょっとバラエティー的な展開で。ありがとうございます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 。
ということで、ブラサッカーの体験終わりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでした今日最初、まあ、歩くところから始まって最後ゲームまで行きましたけど、本当にやっぱ普段使わないもう神経とか体いろいろ使ったんで、ちょっともう今体フラフラな状態です。やっぱブラインドサッカーの選手の方々がもういかにこう大変なというか状況でやってらっしゃるかというのはすごい分かったので、また改めて興味が湧きました、ブラインドサッカーに。ありがとうございます。近藤さんはどうですか。いやもう何度か経験をボハロンよりはさせてもらってるんですけど、いや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 、悔しい。最初結構もう慣れた感がありましたね。そうですね、おこれもいけるなと思ったんですけど、でもやっぱそこも含めて奥が深いなっていうところと、まあボハロンが言ったようにやっぱ疲労度というか集中ずっとしてるので、ただそういった中での声掛けとかサポートっていうのは非常にやっぱりありがたかったので、まあこういった体験経験もそうですけど、まあ応援の方にぜひ力を注いでいきたいなと。体験してますから、はい、思い入れがなお一つ強くなりました、ね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そして来たる7月にですね、ブラインドサッカーのトップリーグのリーガアイというものが開催されるということで、はい、これどんな大会になりますでしょうか。はい、今年から始まるトップリーグということで、ブラインドサッカー全国から4チーム集まります。総当たりで、順位を決めます。新たな大会ということでみんな楽しみでもあり、今回、お客さんを入れての大会になります。ぜひ皆さん応援してほしいなと思います。で、日程といたしましては7月18日の、まず浜松アリーナでの開催、そして7月24日は品川区立総合体育館での開催、はい、そして第3節9月23日こちらは直さんも行かれるということですね。はい、応援します。はい、ありがとうございます。隅田フィールドでの開催ということで、これは埼玉 T ウィングスの皆さんも出られるということですね。はい、今回出ますんでぜひ応援してもらえたらと。ということで、ブラインドサッカーに興味を持たれた方々、はい、ぜひ現地でこの熱いブラインドサッカー体感してみてはいかがでしょうか。ぜひ皆さんリーガーにお越しくださいということで、本日は本当にありがとうございました。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 この動画いいと思ったら高評価お願いします。